おはようございます。3月22日金曜日です。本日の水揚げ状況はまあまあですかね。そんなに多くはないんですけど、まあ少しはね出られてますね。まあ昨日も結構風があったみたいで、まあ風のない時にねささっと出られたような感じでしょうか。まあとりあえず半分ぐらいはね出荷予定になってますんでね、まあぼちぼちありそうです。はい、じゃあ見ていきましょう。結構時間帯によってはねパッと出られたような感じがするんですけど、まあ全部が全部出てるわけじゃないんでそんなに量はないかなっていう感じですけどね。はい、いいダコですが、そんなにやっぱ今いいダコ少なくなったんでしょうかね。っていうかまあ出てないんかもしれませんけど、そんなに数ないですね。はい、レンチョウはねまあパラパラとパッと見てもありそうなんで、どうでしょうかね。少し相場上がりそうな気がしますけどね。こちらおこぜですね。まあまあ中ぐらい、小さいとこもありますけどね、このぐらいが集まればなかなかいい方じゃないでしょうか。はい、活魚ですが、そうですね、まあまあ割と出荷予定にはなってますけどね。まあ大体いつもの。おはよう。ヒラメ持ってきた。ヒラメ持ってきた。ヒラメか。おお、ええじゃんええじゃん。2キロから3キロヒラメですね。こちらにもヒラメが何枚か。まずは。まあ、昨日もねヒラメは少なかったんでね結構高めでしたね。こちらはタイですか。タイが何枚かいますか。水が冷え、はい、まだちょっとね電気がついてないんで少し暗いんですが、まあおそらくタイヒラメあたりまあまあ出てくるんじゃないでしょうかね。まあこの数日はねヒラメがちょっと少ないんでヒラメの値段がね今少し上がってますけどね。おお、これでかいね。おお、これ人魚前に2枚ともでっかいね。いいんじゃない。4キロ後半ぐらいありそうですけどね。こちらはタイガ。あ、いいですね。はい、今のとここんな感じかな。こうもいますね。これも大きそうなね。昨日のアコ大きかったですね。あ、これも結構でかいですね。2キロ近くあります。いいアコ。今コンスタントにね数はないんですけどちらほらと見るようになりましたね。あ、いいね。はい、まあ出荷前のとこも結構ありますんでまた後見に行きましょう。はい、競り場ですが今のとここんな感じですね。まあ大体半分ぐらいまでは予定になってます。はい、まあ少ないんですけどね一通りはありそうですけどね。どうでしょうか。白身ルガイ、まあ昨日よりは出荷量ありますね。こちらにもありますからね。はい、こっちがいますね。こっちもねなかなか良くはなってきてますね。
だからさ、値段が少し良くなってきてますよね。ってこっちもね、その時はかなり安かったんですけど、今ちょっと値がするようになってきました。はい、まあぼちぼちですけど、おはよう。出荷はね、まだ続いてますんで、もう少し増えてくるんじゃないかな。どうでしょう。はい、送りの2ですが、まあまあありますね、今日はね。まあ、週末金曜日なんでね、入選もあったみたいです。はい、いい感じじゃないですか、送りの方は。はい、こちらが私の注文してたニュースか。はい、明太でかぶわかめだって。はい、今日もうろつの殻付きかき入ってますね。キアンコ、あんこ、ちょっと寒いんでね、また鍋でもいいんじゃないでしょうかね。そして下は惣菜用のきつねガレ、小さいですね。はい、黒むつですね。カツオ、かわいいね。はい、タラバコの山もやっぱ大きいですよね。そんだけ出荷量がね少ないんですけどね。まあそれでもパラパラは出てきてますんで、いいんじゃないでしょうかね。昨日もね、昼からかなり風出てましたんでね。まあしょうがないかな。あるだけでもありがたいです。おはようございます。はい、仙崎便少ないんですけどね。まあとりあえず。また仙崎の生き締めのぶりいいですね。まだビリビリです。はい、入荷してます。いいんじゃない。まあ少ないからね、少し値段の方はね高めなんですけど、まあいいでしょう。はい、大きなヒラマサも1本ありますね。20キロ超え、すごいねこれ。この幅がねすごいでかい、太いね。これは油ありそうね。あ、いけんちゃう、勝手にすぐ勘弁してよ。はい、というわけで結局ももらうことになりました。21キロだそうです。まあいいんじゃない、何も良さそうですし。おいで、いっぱい作っていきましょう。週末ね、ブリとヒラマサの二段構えで。はい、珍しくね、仙崎から天然のトラフグが来てますね。結構でっかい、3キロ。あ、いいんじゃない。男の子でしょうね。いけんじゃん、何でもかんでも、ほんとすぐやめてよ。はい、こちらもね、仙崎のね、今ほろ酔いサバやったかいね。ほろ酔いサバってなんか飲みつけみたいな名前ですけど、養殖サバですね。めっちゃくちゃ脂ありますよ、こいつ。ビリビリでね、来るんですけど、今これがね、結構お刺身とかでね、みんな使われて人気なんですけど、まあちょっとお値段の方がね、やっぱ養殖もは高いですからね、しょうがないんですけど、まあまあ安心って言えば安心ですよね、お刺身なんかね。はい、いい形してますよね、やっぱ美味しそう、ムチムチ。はいはい、ということで今もだいたい落ち着いてきたかな。ハモがね、ちらほら、まだ混じり程度ですけどね、見るようになりましたね。ビミイカ、ちょっとね注文いただいてるんで、変えたら頑張りたいですね。はい、
また今日もね、釣りのヒラマサが出てますね。今日はね、さほどに大きさ的にはあれですけど、まあ10キロぐらいはあるんじゃないですかね。うん、これも場所によるんでしょうね。なりがね、良かったり悪かったり、この一番大きいやつもちょっと細長いようなイメージがありますからね。それならまだこっち側の方が形はいいですよね。まあこれでも5、6キロぐらいはありそうですけど、はい。それにしても要釣るよね、やっぱ大したもんだ。はい、赤ナマコも少しだけ出てきてますね。まあでもほんとね、もう全体的にはもう数が全然少なくなってきましたね。はい、こちらコウイカですが、コウイカ自体も今日はちょっと数とか件数が少ないですね。そこまで多くないっていうか、まあ昨日もね、あの試験の中でコウイカは結構ありましたし、値段的には、ね、落ち着いてましたね。はい、赤エイが並んでます。うわお。はい、こちらね、今時期上珍しいんですけど、コショウダイがいますね。結構でかいです。どっちかっていうとね、こいつ夏ってイメージがあるんですけど、まあ梅雨ぐらいからね出てくるんですけど、コショウダイ珍しい。はい、赤貝もねありますけど、ちょっとサイズが細いかな。大小ありますね。大小というか少々ですね。はい、こちらはね、大きなイシガレイですね。おほほほほほ、でかい。これ50センチ超えですよね。この箱いっぱいで少し余ってますから、50センチ以上ありますね。でかいね。うん、ただこいつ自体は、うん、まあ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 ですね、そんなに太くないですね。うん、でもまあね、今日も寒いからね、もうちょっと暖かくなってれば違うんでしょうけど、でかっ。はい、こちらハモが何本かねありますね。こうやってね、ちらほら見るうちにだん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 数も増えてくるんですけどね。真ん中にあるんですよね、ハモ。うわあ、ご、これで噛みついて離さないんですよ、こいつが。はい、こちら結構メダカが並びましたね。いいね、今日は結構まとまって取れてるんだね。これでかいね。このでっかいのなんか高いんですよね。いい値段しますんでね。中ぐらいもやっぱ高いですよ。次は戻ってきました。電気もつきましたね。はい、ヒラメちゃん、タイ。これ良さそうですね。2キロぐらい、いいよね。そしてさっきのアコウですね。これで、あ、いや、やっぱ袖が濡れた。でかいよ、やっぱね、結構ね。やっぱこうやってね、目方見ないとね、なかなか値段つけれないですからね。あ、でも2キロまではないな、2キロ弱ぐらい。うん、はい、こちら大きいやつ、これいいね。4キロぐらいはありそうですね。ちょっと、あ、でっか、このタイ。またでかい、太い、すんごいね、これ。うわ、いいね。これは5キロぐらいかな。元気もいいし、あ、いいな。これ1枚あったら十分ですね。もうでかすぎるけど値段次第というところですね。はい、はい、こちらにも、あ、これ綺麗なね。おお、これは多分みんなここを狙いますね。いいね、3キロ、4キロ、これは太いね。いいんじゃない？
まあちょっととりあえず参加はしてみましょう。高そうだけど、できればね明日の分もね買っときたいんですけどね。はい、こちらにもタイが何枚か、はい、いいですね。2キロから3キロぐらい。はい、鈴木ちゃんも、鈴木もねいいですよね。今本当指を超えてます。太い。はい、ポツンとウマヅラが一匹だけ。まあでもこれでもねぶっちゃけ小売りで1500円から2000円しますんでね、高いですよね。まずは、はい、こちらには逆さ台がこれ皆お腹にね空気が入ってます。まあ漁師さんもね余裕があればあのエア抜きして支える漁師さんもおられるんですけどね、もうなんたって漁師さんもなかなか大変なんでそのまんま支える漁さんもいられます。はい、こっちにもヒラメが、わあ結構いいね。これ5枚ぐらい入ってるのかな。まあこれも悪くないですね、大小ありますけど。うん、あこれ石狩がおりますね。今度はおこれいいね、この石狩はよう超えてますね。これ太いよ。うん、これいいかもしれない、うん、これもちょっと狙ってみましょうか。どうでしょう。はい、その他タイと、まあタイもヒラメもねそれなりに多い。今日割合的にはヒラメの方が多いかな。昨日はタイがバッサリあったんですけどね。はい、こんな感じです。はい、競り始まります。はい、じゃあねとりあえず、ヒラメ、うん、今日全体的にもタイがね少なめですね。刺し網出てないからね。はい、ヒラメ頑張ってみたいと思います。どうでしょう。ヒラメが1枚、ヒラメ1枚が5000、5700が6000、5700が5%、タイが1枚、タイが6000でもう1枚が4000、5700が3%、サブクの3号、3号700が33、31の3000、タイガー1枚が6000、6000の7000、8000、8000の9000、1万、1万円の1万円の1万1000、1万1000の1万2000、1万2000の…昨日の区があるからね。ヒラメが1枚、ヒラメがどれでも1枚が8000、9000、1万、1万円が1万1000、2,700円が1,700円は1,700円が6,000,6,700円が7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 ,700円
栄養一つで人気の浅見で1番獲得が1枚、はい、いけよ、あ、一番ここに、うん、すいません、ありがとうございます。4573番、4073番、4073番が1番、マーリーワークが4点、4073番、佐藤君は9番、6079番が、あー、何もするかね。まあ、ええー、とこ9世、単純に考えてね。ハハハハハ、はい、とりあえず今日の活業ですが、
まあ下通りねゲットできたんですけどね、すっごい鈴木と、まあまあまあこれは予定通りですよね。それと中ぐらいのタイ、同じくタイ、タイもね昨日の相場考えたらね高いんですけど、まあ普通でしょうね。はい、あとヒラメですね、やっぱ高かったですね。とりあえずねなんとか1枚ゲットできましたけど、他のはもうことごとく負けましたね。負けるうちでもやっぱり100円200円の差なんですけどね、こうわーっと競り上がった後にねパッと止まった時にそこで値切るか値切らないか、値切り方もね100円値切るか200円値切るかの差でねパッと負けるんですけどね参りましたヒラメ高いですね。ヒラメが1枚、ヒラメが2号、2号なら3000、3000なら3000なら上は、3000なら350万とか1枚、カレーが1枚が4000、4000なら3000が3号、3000なら3000が3000。ハギリンでーす、おはようてっちゃん。あ、ええ吹雪だね、高そう。ああ小味がたくさん、小味と生子しかない。はい、よっしゃ、ええー、ではい、さっきですね、これは生き締めですかね。あ、これでも少し丸みが出てますね。うん、じわじわと良くなってきてます。これはうまそうな、いいんですね。これすごいね、うわ立派な輪で、しかもね大きさだけなしにこの鳴りもいいですよね、丸々としてね、この盛り上がりぐずっと、これはすごい。はい、こちら悲願フグですね。おい悲願だから大きいねこれね、お腹まこかな、まこでしょうね、猛毒ですからね絶対に食べちゃいけないですよ、マコ猛毒です、死にます。はい、今日はマフグも入っております。刺身していこうかな。はい、周りが上は、周りが3分の1番が1個や、周りが3分の1番が1番、周りが4分の1番が2000、2000が2000、にもねかなり集まってきましたね、極太の天然ぶり値段も極太です、でっかいマサ、ヒラマサ、これは大きいね、もっちゃん大丈夫かなこれはい、あと今日はねおのみが久しぶりに入りました、よかった、しばらく切れてたんでね、いいね、うまそう、うおお飲み入ってます、いいねこれ、はい、それじゃあね競りも終わりましたんで戻って頑張りたいと思います。はい、金曜日の水揚げですけど、まあまあっていう感じでしたね。
少ないんですけど、まあとりあえずね一通りはありましたんでね、まあ買い揃うことはできましたが、相場ね今日は少し高めでしたね。なかなか小物から全てがね、まあずっとない日が続いたんで、もうそろそろそうなりますよね。どうしてもさすがにね今日は太陽もね少なかったんで、昨日のような相場ではなかったですねまあ軽く昨日の倍はしてました昨日が安すぎたからね。はい、ということで、まあヒラメの方もね少し高かったんですけど、まあとりあえずは必要な分はねゲットできましたんでね、明日の余裕買う、明日の分まで買う余裕はなかったんですが、まあとりあえずは今日のはしっかり買えましたんで良かったと思います。はい、あとはねまた明日上がってくれば頑張ってみたいと思います。はい、ということでとりあえずは週末です、金曜日、今日も一日しっかり頑張っていきましょう。さあやるぞ。寒っ。はい、それじゃあね戻って頑張りたいと思います。はい、金曜日の水揚げですけど、まあまあっていう感じですね。まあ少なめ、ね、なんですが、まあそれより何よりねよく出られたな、よく出ちゃったなっていう感じですけどね。まあとりあえずはね一通りはありましたんでね、良かったですね。小物からまあ刺身もまでね買うことができましたんでね。あー、しかしようしけますね、ほんと。まあしけなくてね、魚が仕入れなくなった魚屋も大変なんですけど、まあ、出られない漁師さんはねもっと大変でしょうね。ほんとね、続くとほんと死活問題ですよね。はい、っていうことなんですけど、まあとりあえずはね、まあ今日ね、せっかく出られた漁師さんもよかったんじゃないでしょうかね。相場はねほとんどが高めっていう感じだったんでね、目がついてましたね。はい、っていうことなんですけど、まあ結構ねやっぱイカとかね、レンチョとかでもちょっと下がり気味で来てたところ、ここでまたボーンと盛り返してきましたんでね。はい、まあ私もだいぶ買えないもんがありました、ね、なかなか難しいですね。まあ時々言いますけどね、まあ私自分の買うとこばっかりをね映してますけど、あれですけど買えないところがね10倍ぐらい多いですからねなかなかね簡単じゃないですよまあ本当にねもうどうしてもって時にはね手を振り続ければねいくらでも買えるのは買えるんですけど、売ることを考えたり、それをね売りつけられたお客さんのことを考えられると考えるとね、やっぱねある程度の仕切り引かない、線を引かないと、どうしてもね商売っていうのは成り立ちませんのでね、難しいですね。なかなかここまでならお客さんも我慢してくれるだろうとかね、その辺、まあかといってね買い値でそのまま渡してたんじゃね、うちらも魚屋も商売になりませんのでね、ある程度利益も抜きつつお客さんも安いなっていう風なね思ってもらえるのが一番ですからね。はいそういったことを考えるとね、なかなか値段の付け方って大変なんですよ。それで競りに立ちますんでね、自分の思ってたより、上を行ってしまうとやっぱ高いなって思うし、儲からないなっていう風に思いますね。はい、ということです。まあとりあえずはね今日もしっかり買いましたんで、バッチリ作っていけると思います。はい、皆さんも今日一日をしっかり頑張っていきましょう。はい、高評価とチャンネル登録もよろしくお願いいたします。よし、いや寒いね。今日はいい天気ですね。まあ週末、明日からまた天気は崩れるそうなんですけど、まあ今日はとりあえずね雨の心配はなさそうです。はい、ということでしっかり頑張っていきましょう。はい、おもちゃん、よっしゃ、よっしゃ、おはようございます。はい、今日もよろしくお願いします。またつまみ食いしようやろ、何も食べてない、すごい気がすごいな。おお、透明だったね。透明だった。映ってないけ。透明だった。はい。オッケー。
わからない、これ、こうがいいかな。こうしちゃ、今日は。これ変えてくれるかね、山崎さん、これ。山崎さん、これ変えてくれる？いい？北斗の拳のジャポキャラみたいな頭になりました。帽子かぶってたに面白ない。安倍氏って言わへんけど、安倍氏よっしゃーありゃー。おっ、おった。やめた、あ、思った。いや、見てこれ、21キロのヒラマサ、尻尾超握ってさ、これさっきこうやってやったやつね、耐えてもらいました今日。皮食べたかったんやけどね、どこか取れんやった。鱗がもうすごいさ、バキバキについとってさ、それにして貝で食べようと思って。天然ぶりのね、和菓子です。天然ぶり 12.8 ありました。あー、どこかで欲しいね、これ、むちゃん電動の無事だよね。今こっち頑張ってください。はい、
すごい、すごい油やね。ここ、ここカテカじゃん。カサカサこれ。そうそう。いいですよ。見ていただきます。そっちまでいいですか。はい。鮮度もいいですしね。うん、油もしっかり入ってます。いいですね、やろう。これ楽しい、うん。はい、ありがとうございます。マコマ。マコマ。本当ですね。さっき見えてました。うん、お腹からね。うん、この釜がいいよね。20分の感じね。はい、今注文なんですか。はい、今注文、あと店も入ります。店も出るんですね。明日も出るんでしょうね。でしょうね。お母ちゃん、出るってよ。皆さん、できたみたいですね。この感じ、すごい。すごい。あ、ごめん、そっちみたいな。カマ、みんなカマが好きやけどね。さすがにね、こんなの。はい、内臓はこんな感じで、綺麗なにしてますよ。カマもね、すごい大きい。これ。はい、おやすみ。出してね。はい。あ、やっぱあっさりでしょうね、身が。うん、でもね、やっぱ腹はね、それなりに身が二十何キロあったら、こんぐらいの厚みがあるので、これ見ても。腹の厚み。それなりにもう厚み厚み。厚み？厚み。これはしっかりした。やっぱもう鮮度がいいから硬い。ゴリゴリか。うん、大変だね。鱗取るのが大変だからね。カメラマン上から撮る。はい。テカテカだ。ありがとうございます。今日も明日も出るんでね、買いに来てください。油がすごいですよ。こちらが21キロのヒラマサ。これはね、背中1本4分の1ですね。背中1本でこれだけ切れます。はい、何切れ切れたでしょうか。もっちゃん何切れ切れたと思う。うん、295。背中1本だよ、たったの。
はい、正解は言いません。知りたい？じゃあ自分で数えなさい。はい、皆さん何キレ切れたと思いますか？背中1本21キロ。過去にもね、大きなヒラマサで何人前取れるかっていうのをやってみたんですけどね。はい、正解は言いません。はい、272キレです。はい、272キレすごいね。八貫漬けで、そうね、34パック、すごい。背中1本で34人前、刺身取れますね。まあそれになりますわね。要は5キロのヒラマサが4本分の4分の1やろね。5キロのヒラマサを1本切ったのと一緒だからね。しかもボリュームたっぷりの8切れだけ。はい、じゃあこれを持っていきましょう。はい、それじゃあね、ヒラマサのお刺身完成しました。21キロね、天然ヒラマサ渋一のセミ1本、まあこれなりますわね。はい、いい感じじゃないでしょうか。まあぶりほどね、油はないんですけど、川肌にはねありますから、程よい甘さでいいんじゃないですか。鮮度もいいし。まだね、ミニ透明感がありますからね、めっちゃ鮮度がいいです。はい、はい、こんな感じでいっぱいできております。見かけたらお試しください。34パック。過ごしでしたか。今日はね、3月の22日金曜日、明日明後日みんな休みの人多いかもしれないね。今日終業式ね、みんなランドセルの子が帰ってたよ。今配達行ってたらさ、明日から春休み、もしかして持ち春休みないよ。よし、お休み明日から万歳。明日も来てね。というわけで、昨日のコメント紹介いきたいと思います。お付き合いよろしくお願いします。嵐トシさん、トス、毎日楽しく拝見させていただいておりま す, ありがとうございます。ありがとうございます。トシさん、嵐さんって言ったらどっちでもいいか。トシさん、続きまして山口優子さんです。はい、青山社長、仕入れお疲れ様です。皆さんお疲れ様です。優子さんもお疲れ様でした。ゆっくり寝てください。寒いけんね、早く布団入ってからも。そうだ、そう、終わっちゃったもんな。うん、久しぶりだよね、寒いね。寒くはしょうがないですね。23日ぐらい大体冷えるけどね。直田さんが言おったのが当たったね。2、3日しけるって言ったもんね、やっぱこの時期ね。当たってる、直田さん。よし、続きまして富永さんです。富、青山鮮魚の皆さん、お疲れ様です。市場はマダイ祭りでしたね。またまたでかい大使、あ、カツオ、カツオ、うん、合ってる、仕入れましたね。大谷ちゃん、メバルのさばき、速さ、新幹線並み。それはないね。もっちゃん、マダイの背びれ注意ですな。あ、今日はね、切りました。3本ほど。大丈夫だ。先にもうね、先に刺していけんけんね。続きまして、前島様です。一応ちょっと、あっちょが見んなきゃ。アイコンだけでね、ちょっと名前を覚えていきようよ、今。すごいでしょ。強風での魚あってよかった。
タイ大量でしたね。ダジャレ見て、もちゃん。タイ大量でしたね。かました。かました。カツオでかすぎって。でかかったね。身がめくれんのよ。ああ、そう。その先ってのさ、感覚だけしかわからない。感覚を研ぎ澄まして。神経と感覚を研ぎ澄ましてやった？この辺やるなと思って、本当にやって。やっぱあんなの見たことねえじゃん。うん。でかかったね。丸々しとったしさ。食べてみたいね。もうすごい綺麗だったしね。続きまして、はい、片柳さんです。こんにちは。こんにちは。こんばんは。青山鮮魚の皆さん、今日もお仕事お疲れ様です。お疲れ様です。大しけで水揚げが少ないかと思いましたが、まあまあありましたね。特に天然マダイが生け物、締め物等に結構な数がありましたね。社長が仕入れた 13.3 キロのカツオ、横浜マグロと大きさが変わらないように感じたのは私だけでしょうか。そんなことないですよ。水持ってますよ。あたきょんさん、今日も寝起きとっきり風のささやきありがとうございます。明日も動画楽しみにしています。おがちゃんにやってもらおうか。おい、おがちゃんにやってもらおうかね。明日はね、また違うバージョンでね、ささやいてもらいましょう。続きまして、杉本のさあちゃんね、青山鮮魚の皆さん、お疲れ様です。なかなか暖かくなりませんね。暖かくなりませんね、はい、風が冷たくてやれません。桜の木もつぼみは膨らみ、桜の木もつぼみも膨らみません。本当ね、だんだん咲いてくるのに全然咲かんね。寒いってことじゃ。今年は入学式まで桜咲いているのかしら。ええじゃん、魚が咲いたら面白くない。メバルがバーッと咲いたらさ、サバとかさ。体調管理気をつけましょう、はい、ありがとうございました。続きまして、あ、これなんて読むかな、ちょっと読んで。これ今泉本家さんです。読むと思うんですけど、本家さん。赤い売るのか驚き。三の字同様、田舎では食わない。うん、あ、でも鮮度がよくて、いいからね、食べれるよね。上のはだいたい生き物だなってくる。生き物だね。昔もね、洗いとか。でも今すらね、洗い。洗い、唐揚げ、煮付けね。で、あの煮こごりが美味しい。あ、煮こごり。いやだ、同世代のこと言う。やめて。煮こごり。あれがいい。煮こごってね。ゼラチンね、コラーゲンでね、いじりもがパッパッてなるね。階段も登れるんじゃない。続きまして、杉本のまーちゃん、これ終了ね。これでお疲れっす。やっぱり24日は中止になりました。日曜日。しかし30日に延期してもらいました。お、土曜日だ。長崎のさわら、桜台待ってろか。桜台鯛を取り行くよね。桜台いいですね。楽しんで、また点ねの延長しな線あたりいいけどね。30日は分からないけどね。ま、先のことやけね。でもね、いい天気だといいですね。はい、皆さん。はい、みんな今日もね、風が強くて寒いよ。外は、うん、気をつけて帰りよ、もっちゃん。うん、ね、そして元気に。飛ばされるかもしれない。私も飛ばされるかもしれない。え？誰が？誰が？そんなわけで、またね。明日お会いしましょう。まだ社長ね、盛り合わせ作ってるから頑張ってください。お疲れ様でした。お疲れ様でした。また明日。お母ちゃん、1週間ぶりだね。楽しみにしてる。待ってるよ。お母さん、いちごありがとうございました。牛乳とすごく美味しくいただいた。いちご食べたじゃん、先週土曜日。食べてない、もっちゃん。いちご、いちご誰が食べた。違うし、ね、もちろん食べてなかった。一応あの、ちょっとわからん。はい、さよなら。